はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。8月7日金曜日、始める前に、先にね、8月の、休業のね、お知らせをしたいと思います。8月10日から13日までね、お休みをいただきます。で、8月9日日曜日はね、普段日曜日は定休日なんですけれども、日曜日営業して10日をお休みとさせていただきます。とちょっとお間違えないようによろしくお願いいたします。8月9日営業します。で、10日から13日までお休みをいただきます。で、14日、営業ですね。というわけに、という感じになっておりますので、よろしくお願いいたします。また貼っときますので、はい、ご確認ください。はい、というわけでね、今日はね、連休前の、まあ長い人で言ったら、明日のね、8月8日から、16日までね、9連休というね方も結構いらっしゃるみたいで、ですが、お盆ウィークですけれども、帰省客のね、帰省される方っていうのはちょっとあんまりいらっしゃらないようなね感じの、雰囲気ですね。新幹線のね予約状況もガラガラみたいなので、例年だとですね、もうお盆ウィークっていうのはねめちゃめちゃ忙しくて、1年でね一番稼ぎ時なんですけど、早々とね、海峡花火大会も中止になりまして、各種ねイベントも、ないので、どうかなっていう感じでね、まあちょっと。まあいろいろ思うところもありまして、お休みいただくことにしました。はい、はい、というわけでね、今日の、お話をしていきたいと思います。はい、今日もねとにかくもう溶けるようなね暑さでしたね。毎年ねこの時期、例年毎年通りなんですけれどね、もうこの時期になると大体もう35度近くまでね、気温が急上昇しまして、もうトリマンのね、エアコン冷房の外のね室外機がもううなりを上げまくっててで、まあ隣のねビルともう本当に隙間がないので、エアコンのね室外機のこう熱が逃げないんですよね。で帰って反対に壁に跳ね返って帰ってきちゃって、外のね、玄関のこの空間にね熱がこもりまくっててね、めちゃめちゃ暑いんですよね。で一方その、敷地内からね、トリマンの、建物のね敷地内から外のね、商店街の道の方に出ると、全然涼しいというか、まあ風もね、風通しもあって普通に、問題ないんですけれどもね、もうあのエリアだけがね、熱風でえらいことになっちゃってるんでね、まあ毎年のことなんですけれども、まあ、この時期はね毎年あのトリマン自動冷却装置、まあただ単にあのたらいにお水を入れてそこからタオルをねこう浸して、アナログのね水冷式のシステムをね毎年、投入するわけですけれどもね、投入してからはね室外機が、オーバーフローして止まるということはなくなったんですけれどもね、まあなかなかあのエアコンの効きは悪くなりますよね。35度近くになるとね、もうフルでマックスで、下げて強風にしてもなかなかね、冷えないことはないんですけどね、冷えが悪いというかね感じですからね。まああと2週間ほどね我慢すれば多少緩和されるというかね、30度前後ぐらいにね、気温がね落ち着いてくればね、
なんとかなるんですけれどもね、まあ、しばらくこんな感じが続きますので、頑張れ室外機と、ね、本当に毎年この時期はね、室外機が止まらないことをね祈り倒すのみです。はい、で今日ね嬉しかったのが、初めてですね、Google My Business っていうのがあって、そこに、メッセージ機能があったんですね。メッセージをいただいて、朝気づいたんですけどね、メッセージをいただいて、3名様で、予約お願いしますというねメッセージをいただいて、うわー嬉しいなと思ってね。まあ今までね、ツイッター予約とかね、インスタ予約とかね、フェイスブック予約とかね、まああとブログのね、コメントとかでね、予約とかねいただくこともあるんですけれども、Google My Business のね、コメントというかメッセージでのね予約はね初めてだったんで、うわすごい嬉しくてね。はい、で、ご予約をいただいて、で夜の営業を、開始しましたと。で、本日ね、外の提灯をねかけるこの鉄のやつね、前グラグラしてたっていう、動画も貼ってましたけれどもね、あれをね、業者さんがね、修理しに来ていただいて、結構ね、なんちゅうかな、ビスっていうのかな、あれがサイズが合わなかったみたいで、一旦ちょっとまた明日にしようかみたいなね話になってたんですけれども、営業開始前にね、またパーツをね、部品をなんか買いに多分行ってくださったんでしょうね、わざわざ。でもう5時過ぎぐらいにね、また取り掛かってくださって、無事ね、補修というか修理が完了しまして、グラグラしてたのもね、グラグラがなくなりまして、明日からねちゃんと提灯がねまた外に出せるなと思ってね、本当に業者さん、お忙しい中ね、お盆前でね忙しい中本当にありがとうございました。でご紹介いただいたねタクシー運転手さんのね、いつもお世話になっているねタクシー運転手さんね、M さんと申しときましょうかね、いつも本当に、助けていただいてありがとうございます。なんとかね無事に、冷蔵庫とね、冷蔵庫は一昨日直って、昨日か一昨日直って直していただいて、今日ねその外の提灯、ぶら下げるねあれもグラグラもね無事に治りまして、もう高校の憂いがなくなりましてね、ようやくは一息つけたなという感じですね。ほっとしてますね、いつ落ちてくるかなっていう感じだったんでね、もうまかり間違ってね通行人にね当たったりしたらねえらいことなんでね、治ってよかったなと思います。あ、本当よかった、ありがとうございました。で、開店しまして、ね、もうし僕私がね、下関でね、尊敬する飲食店のね、ドンみたいな方がいらっしゃるんですけれどもね、ご来店くださってね、でお弁当をねしてた時にもね、いろいろアドバイスをいただいたりとかね、心配してくださってね、午前中にね電話をいただいたりとかね、気にかけてくださったね優しい、大先輩がね、大先輩ってということは関係ないですけどね、飲食店という意味での、大先輩ね、大先輩がねご来店くださったのでね、それいろいろお世話になったのでね、まずはお礼をね、申し上げましてありがとうございましたとねお伝えして、でねいろいろまたね、お話をね聞かせていただいてたんですけれどもね、このね尊敬する先輩が、70前の方でね、もう本当にいろんなビジネスをされてきて、で飲食店もね、長いキャリアねのビジネスをされてて、でね今が67歳っておっしゃってたかな、例えばね、30年若くて、まあ私の年齢に近いっていう設定でね、まあまあまあ今例えば私の状態だったらどうしますかっていうような質問をしたかったわけですよね、30年若かって、飲食店一つね、ビジネスを所有してビジネスオーナーだとしたらね、このコロナ禍でねどういう手を打ちますかとね、いろいろお聞きしたんですけどもね、単純明快でしたね。
飲食ビジネスはやってないと撤退するみたいな感じかな、おっしゃってましたね。なるほどとね、まあ皆さんねおっしゃることは大体同じだなと思いながらもね、まあ頑張っていこうと思っとるわけですけどね、まあそんな感じでね、前半戦もね本当今日ね、連休前の花金なんですけどね、5時過ぎ、もう5時15分オープンなんですけれども、開店直後からね、あるかなと思ったんですけどね、なかったですね、流れがね。でその先輩、大先輩がご来店くださって、その後に、Google マイビジネスでね予約をしてくださってたね、ご家族がご来店くださってね、でどういう経緯で Google マイビジネスから、メッセージでご予約いただいたんですかってね、不思議だったんでねご質問、したんですけれども、なんでもね、LINE のねオープンチャットを見てっていう話からスタートらしいんですよね。でその LINE オープンチャットっていうのが、これ間違ってるかもしれないですけど、 LINE なんとかチャット、多分 LINE オープンチャットで間違いなかったと思うんですけれども、それがね、地元ね、前回イカとタコをね差し入れくださって、私のね、三大欲求、カレー食べたい、イカ食べたい、タコ食べたいっていうね三大欲求をねの、うちの中の2つをね満たしてくださったね地元屋相場の後輩さんがいらっしゃるんですけれども、昨日ご来店くださった時にもその LINE のオープンチャットをねでトリマンをね宣伝して、してたら取り上げたら意外と反応があって、で行ったことありますよみたいなね反応があって、盛り上がってるんですよっていうね話を聞いてたんですけれども、まさかのねその LINE オープンチャットのその地元大谷曽我の後輩さんの、投稿でしょうね多分を見られて、でおすすめされて、で YouTube もやってるから YouTube も見てくださいねみたいなので YouTube を見てくださったらしいんですよね、そのご家族の方が。うわー YouTube まで見ていただいたんだと思って、で、後輩さんから教えていただいて、で Google マイビジネスに行って、メッセージをいただいたという経緯らしくて、うわーすごい壮大なSNS というかね、この SNS をまたいでますからね、LINE、Google マイビジネス、YouTube 3つまたいでますからね、これはすごいなと思ってね、うわありがとうございましたとね、もうねもう感謝の気持ちでいっぱいでございますと思ったらですね、お帰りになられた後に、Google マイビジネスにね、星4ついただきまして、コメントまでいただいて、本当にねありがとうございました。いやー嬉しかったですね、今までないパターンだったんでね、あこういう流れもあるんだなと思って、なんか新境地をね、垣間見た感じですね。はい、でその後もちょっとゆっくりな感じで、ね常連の、マダムね、お弁当販売してた時もねいろんなアドバイスをくださって、まあ一緒に、弁証法じゃないですけど、ね、これどうですかねみたいな感じでね、いやこれはこう思うよみたいなのねこう LINE でやり取りしながらねいろいろ勉強させていただいたねマダムがいらっしゃるんですけれどもね、大量ね焼き鳥とか、おつまみをねお持ち帰りしてくださってありがとうございます。はい、で、まあ、そこからねもうゆったりモードで、ああ完全にこけたなっていう感じでね、連休まあ長い人で9連休ね、9連休前、まあ普通の人で3連休かな、土日月か月曜が休みなんかな、定期の祝日かな、で、3連休と9連休の方がねいらっしゃる中でね、その前のね、最後の平日じゃないけども花金ね、不発と、で外を見てもね、人通りもないと、相変わらず、ねコロナが出たら誰か言ってたの、その
下関ね、私が尊敬する下関のね、飲食関係のね、重鎮の方がおっしゃってたのかな。下関で一人、コロナの患者が出たら 20% ダウンみたいなっていうなんかデータがあるらしいんですよね。うん、あ、まあでも、肌感覚で言ったらまあまあまあ言ってることは間違ってないなっていうのは、ああ確かになってね、そのお話を聞いてね思ったわけですけれども、まあその影響がねまだ続いてるし、まあ今ねそのテレビつけりゃ、自粛してくださいと、お盆はね、自粛してくださいってね、緊急事態宣言をね、各県で、どこかな、沖縄と東京も出たのかな、名古屋は出たかな、名古屋愛知県出たかな、でまあポッポッポッと出てますけれどもね、まあそういう感じで、まあ、また自粛ムードでモードで出てこられないのかなと思いながらね、あどうしようもんかいなって思ってたら、トゥエラのね、大先輩、何個上かな、3個上のね先輩ご家族がご来店くださってね、今週ね2回目ですね。前回は奥様がねお友達とご来店くださってね、で今週2回目はねご家族で、ご来店くださってね、本当にいつも応援くださってねありがとうございます。で、本当にねしばらく見ない間にね、まあ、お姉ちゃんもねでかくなってるんですけど、息子さんがねめちゃめちゃね背が伸びててね、とにかくね腰の位置が違うね今の子は、本当に足が長くて、あいつの間にこの姉ちゃんの背超えてるやんっていう話をして、うん、足のサイズ何センチって言ったら 26.5 って私と全く同じですからね。もう私の場合は、まあ、背はね174.何歩、まあほぼ175センチあるんですけれども、まあ、足の長さはね中学2年生で止まってあとは胴と首が伸びただけですからね。いやー羨ましいなと思いながらですね、うん、やっぱ最近の子はね、体型が違うなって思いながらね、で、その弟くんの方がねスマホを持ってて、で中学校1年生かな、でいつから持ってんのって聞いたら、中学校1年生から持って、まあ、持ちましたって言ってて、じゃあお姉ちゃんいつから持ったのって、お姉ちゃん高校1年生からって、え同じ時期ですから、そうなんですよって言ってましたけどね。高校1年生スマホデビューというのはちょっと今の感じだったら遅い方なのかな多分、うん、でもちゃんとしてるご家庭だなと思って、改めてね、先輩ご家族はやっぱ素晴らしいなと思いました。はい、でね、ほんと子供の成長は早いなっていうのをね、ほんと最近つくづく思いますね。ほんとしばらく会わないだけでね、本当にもう姿形が変わってますからね。でコロナ禍でね4ヶ月5ヶ月、まあ約半年かな、で会ってない子たちにねたまに会うとですね、本当に大きくなってますからね。でなんでって聞いたら、もうどこにも出かけずに、ご飯をたくさん食べてよく寝たら大きくなりましたっていうね、お母さんのね感想というか、状況分析をね聞かせていただくんですけどね、そういうケースがね結構多いんですよね。もう部活もできないからもう家でじっとしててね、ご飯食べて寝るだけと、うん、それだけでね本当に立派な体になってて、もう何やったらもう高校2年生ぐらいまでね、もう特に何もしない方がむしろ体痛めなくていいんじゃないかなっていうぐらいのね、本格的な運動って高校2年生からでいいんじゃないか説っていうのをねちょっと唱えてみようかなと思いましたもんね。はい、そんな感じです。で、まあなんとかね、ちょっと厳しいかなと思ってたんですけれども、カツカツね最後に多分二次会かな、某地元某大手企業のね、皆様でよくね本当にコロナ禍でもテイクアウトをねしてくださってた常連のお客様が、若手のね皆様とね4人でご来店くださって、二次会でね使っていただいてね、最後、
最後のお客様となってねフィニッシュという形でですね、結果ね、ギリギリ、白星でね、営業をね終えることができまして、なんとかねホッとねしましたけれども、ご来店人数とかをね見るとやっぱり厳しい感じかな、まあ、お持ち帰りとか、ねで助けていただいたりしたので、なんとかっていう感じでかな、普通にこの人数だとまあ実質普段だったら負けというかね白星つかないような感じなんですよね。ですからでねゴミ出しした時にちょっと街のね様子を見るとね結構早めに皆さん、電気がね消えてたんで、ああ片付けも早いなっていう感じで、ね、まあどこもそんなに忙しくなかったのかなっていう感じでした。はい、なのでねやっぱり連休前なのにちょっと全く手応えがないのでお盆ウィークはやっぱないかなという感じですよね。まあうちは、10日から13日までお休みいただいて、まあ実質のお盆というのは14、15、16かな、13、17、15なのかな、まあ、ちょっと忘れましたけれども、まあ10日から13日までお休みいただきますということです。はい、あーどうかな、うん、まあお休みいただいてもね、一応立場がございますので相変わらずね、からとから出れない生活が多分続くと思いますので、まあそれかドライブでちょっとね車から出ずにどっか行くかって、ドライブもね今台車なんでね車で遠出はねあんまりしたくないんですよね。ね自分の車が来るまではちょっとあんまり遠出できないなっていう感じですね。はい、で、ここまでね、前年のね、と比べてみたらまあ、はるか下ですね。なんぼかな、前年3割減か25から3割減ぐらいかな、ここまでは。はい、まあやっぱ厳しいなっていう感じですね。でまだ戻ってないなというかね、7月後半からねまた下り坂で、今日も宇部で何人か出てましたしね、また来週あたりね、まあ来週あたりというか、まあ、来週お盆の間は数字が出るのかどうかちょっと分かりませんけれども、お盆明けが一番怖いかな、うん、お盆明けで2週間後今月末ぐらいがかな、がお盆の結果が出るんですかね。はい、どうなってますかね。 GoTo トラベル、ね、を、推進しながら、片や、各県ごとに、ね、緊急、事態宣言、ね、発令してるところもございますと。ね、近県でいうと福岡もね、結構で、感染者がね多く出てますので、福岡も出たのか、出したのかな緊急事態宣言は、ちょっと、記憶が、定かではありませんけども、福岡が出したんだったらもう流れがないでしょうね、うん、でも5月の、ね、連休は、海峡館閉めて、で唐戸市場も閉めて、で角島も、来ないでくださいみたいな感じで駐車場ね、封鎖してたので、各ね、観光地が全部ね、凍結してたので、もう本当にお正月のね車が全く通らない状況ぐらいまで、なってましたけどね、ゴールデンウィークはですね、今回のそのお盆ウィークは、海峡館もね空いてますし、唐戸市場も、お盆が休みかな、でもその前は空いてるみたいなんで、であとはね角島とかは普通に、やってるんでしょうから、うーん、まあ流れはあるでしょうね、空いてたらやっぱ人は来るでしょうから、うーん、どうかなという感じですね。はい、読めません本当に今年のねお盆はね、まあ休みをいただきましたけれども、まあ明けたとしてもねどうなってたのかなという感じでね、本当に全く今年のねお盆はね全く読めないので、
まあ、事後報告というか、まあ、周りの、ね、話を聞いて、ああこんな感じだったんだなと、まあ、あとは、カラトにね、ずっと封印される、4日間になると思いますので、私も、GoTo カラトをねまたやりながら、街の様子を見ながらね、ああ開けりゃよかったかなとか思うのか、はたまたあやっぱ閉めててよかったのかなって思うのかね、どっちになるのかなと思いながらね、残り、8、9か、うん、残り2日間ね営業していきたいと思います。さああと2日ね、なんとかね炸裂白星ねダブルで、連休にね突入したいなと思うんですけれどもね。で8月8日ね、東京のね親友おめでとう、お誕生日おめでとう、41歳41歳ですね。でもう目のね中に入れてもね、目の中に入れたら痛いほどね可愛いね、キュウキリの妹ね人妻さんねもお誕生日おめでとうございます。結構ね8月8日関係者ねいろいろいらっしゃるんですよね。はい、というわけでね今日もうだうだ言いましたけれども、まあ主に連休の、お知らせね、あとは、振り返りというか、9日の日曜日営業して10日を休みますよというお知らせですね。だから10日から13日までお休みいただきます。調べたらね夏に休むのって、まあ、定休日以外ね休むのって6年ぶりみたいです。あら夏休み取らなくなって6年経つんだと思ってねびっくりしました。調べたらね2014年まで遡らないとなかったです。はいね、この時期毎年ね超真面目に働いてたんですね私。はい、ちょっと今年はゆっくりしたいと思います。はい、予約ください。0823-231619、シュブトリマンチャンネルね60人達成しましたと。で昨日ねまた59まで落ちてたんですけれども、また、新しい方がねクリックしてくださって60にまた戻りましたという感じでね、また相変わらずこの高値圏でこうね止まっております、停滞しておりますけれどもね、まあコツコツ、気長にね、1年まあね3ヶ月1年、半年1年とね、まだまだね、様子を見ながらね気長にやっていきたいと思います。はい、というわけで今日も終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。あねチャンネル登録もお願いいたします。でいいねボタンもね押していただいたら動画が拡散して嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。